難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民ナウの東日本大震災、支援特集、本日は、ジェンの広報担当でいらっしゃいます浜坂美也子さんにお話をお伺いします。もしもし、浜坂さん聞こえますか？はい、聞こえます。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。浜坂さん、震災が発生してですね、はい、すぐにジェンの緊急支援の内容についてお話をお伺いしたんですけれども、はい、震災から1ヶ月以上が経ってですね、はい、現在ジェンの方ではどういった活動を展開していらっしゃるんでしょうか？はい、震災から1月半が、もう経っちゃったんですけれども、はい、炊き出し、それから物資の配布、それからなるべく早く、お家に帰ってもらえるように泥出しっていうのが、のボランティアっていうのを今3つやってます、はいはい、なるほど。エリアとしてはどのエリアでやってらっしゃるんですかね？はい、宮城県の、はい、石巻市というところになります。あ、なるほど、わかりました。現地でのですね、特にこうニーズ、はい、どういったことが求められているんでしょうか？そうですね、地震津波から1月半経ったにもかかわらず、まだ避難所暮らしの方が非常に多いという現状があります、はい、で、仮設住宅に入らなければ、移っていかなければいけない人たち、移らざるを得ない人たちというのが、たくさんいらっしゃるわけなんですけれども、そういった人たちが、迅速にこう次の、仮定住のお家に移動できないような状況が今続いてまして、やっぱり、大人数で避難所で暮らすことが、6週間過ぎたという、非常に精神的にもだんだんこう疲れてくるような状況にあるんじゃないかなと。そういった意味で心のケア のニーズというのがだんだんより高くなってきています、今。あ、なるほど、そういった状況ということなんですね。はい、わかりました。こちらの方でですね、ボランティアに参加したいっていうふうな、人の声もよく聞くんですけれども、はい、ジェンの方では、何かこう、ボランティアの受け入れとか、そういうことにはしてらっしゃるんでしょうか？はい。今、行ってます、その3つの、活動のうちの、炊き出しと、それから泥出しですね。それは、ボランティア派遣っていうのを行っておりまして、はい、それぞれボランティアを、一般のボランティアの方を全国あるいは全世界から、に呼びかけて来ていただくというような形をとってます。あ、なるほど。そうしたこと、もしくはこう募金でですね、ジェンの活動を支える、はい、もしくはその炊き出しや泥出しということに、はい、こうジェンのボランティアとして参加する、はい、そうしたことの情報はやはりこうホームページを見ていただくということが一番早いんでしょうか？そうですね、ホームページが一番情報としては新しい情報が入ってます。で、特にボランティア の募集に関しましては、ゴールデンウィーク前ということもあって、すごくたくさんお問い合わせいただいておりまして、刻一刻と状況が変わり、1日で定員が埋まっちゃうということもありますので、はい、その辺の情報はすべてホームページの方で割とオンタイムに掲載させてもらってます。あ、わかりました。アルファベットで JEN ジェンで検索をしていただいて、ボランティアで参加したい方もまずはその状況を見ていただいてからというふうなことがということですね。そうですね、はい、わかりました。浜坂さんの方からですね、震災発生時にもメッセージいただいたんですけれども、はい、今回もリスナーの皆さんにメッセージの方をいただければと思うんですが、お願いできますか？はい、はい、ありがとうございます。震災から6週間が経ちまして、まだなかなか生活の環境がこう改善できないっていうような状況にあるんですけれども、やはり被災者の方たちというのはだんだん疲れが溜まってきていると思います。ただこれから中長期に向けて、ジェンはますます活動を拡大化していきます。拡大させて充実させていきますので、一緒にジェンの活動を皆さんで参加して、ボランティアの方も被災者の方も全の活動に参加していただいて、被災者の方には特になんか気持ちを取り戻してもらいたいなっていうふうに、何かこう前向きになるような気持ちを取り戻してもらえるような活動をいろいろ全としてはやっていきたいなというふうに思ってますし、ボランティアの方にはそれにも積極的に参加していただきたいなというふうに考えています。なるほど、わかりました。はい、最後にもう一点お伺いしたいんですけれども、今、宮城県の方でを中心にその3つ
の活動を展開していらっしゃるということだったんですけれども、はい、今これから、まあ、あの活動のこれからの予定ということなんですが、うん、中長期というところで何か特にこう次にこれを行うということで何かこう具体的になっているようなものとかっていうのは今のところあるんでしょうか。そうですね、まあ、今緊急から復興に向かう移行期にあると思うんですけれども、はい、とにかく夢がないというかこう何もまだ進んでいないような状況が現地ではあります。で進んでいないように感じてしまうのがまたこう気持ちを落ち込ませるっていうようなあのそういう作用があってしまうのかなと、はい、でやっぱり被災者の方皆さんお一人一人に希望を持ってもらいたいということと、あとやっぱり日々何かすることをやっぱ支援の中にも入れていきたいなと思ってまして、ジェンでは被災者の方をの雇用っていうのをすごく推進してやっておりますし、まあ、長期的には、津波で大きな被害を受けた石巻という町がですね、新しく生まれ変わってとても住みやすい、幸せな町、明るい町、人が寄ってくるような町になるような、そんな産業復興のお手伝いまでできればいいなと、希望を大きく持っております。なるほど、わかりました、はい、浜坂さんのお忙しいところどうもありがとうございました。はいです、じゃあ失礼します。はい、ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。